なとやっていきたいと思います。はいはい、なんだっけ、ゆいかわくん映画に来たんだよ。ゆいかわくんと上映が終わると客席はハンカチで涙をぬぐって人で溢れていた。いい映画だったね、感動しちゃった。最近映画見ると大抵泣くからね、私も。ゆいかわくん泣いてんの、バーガー。はいはい、もう付き合ってんじゃんね、このやりとりね。出るよ、もう付き合ってるよ、これはもう完全に付き合ってる。結ばれていけない者同士の大恋愛か、でも憧れるな。ロマンチスト、そうだけど、そうなんだ。このまま離れ離れになるくらいなら君を連れ去りたい。君は僕のものだ。びっくりした、ね、あ、ちょ、ゆうたちゃんちょっと口悪いよね、頭がおかしくなってたのかどうか。口悪いよ。ダンス映画とか全然見たことないからわかんないわ。そうなんだ、趣味が合うね。見てないけどね、私はね。パンフレット買うよね、大抵買うよね。はい、メイク直しバッチリ。ん、グッズ売り場に向かうのネタですか。はい、どういうこと、でもそれが、どういうこと、どこ寝ちゃったのか、どういうこと。ゆいかわくんどこにもいない。ゆいかわくんはでもそんなに感じの悪い子ではないと思うんだよね。いきなり視界が真っ暗になる。これ連れて行かれる。怖い、何、急にどうしたの。もしかしてゆいかわくんじゃない。ちょっと何すんの、しっかり、しっかりってもっとさ、やらなきゃ。めっちゃ物語しちゃった。薬品の匂いでしょ、あれじゃないの、フリーしか泳がないじゃないの。どこ。どこ、知らぬ魔女に全部されていた。縛られてたの、それかなと。ゆいかわくんを探し込んでたら薬品を欠かされて記憶しなんて、どっかに連れてこられて。ラチ、ミッション発生したわ。現在もただ120しかない。なるほど。はい、これ得意だからって。気になっていた同僚から飲み会でモテるでしょって聞かれたら、なんでそんなことって返す。同僚と普通に返す。でもいい女だからね、いい女はこれじゃない。うるさいな。移動で他部署になるんです。彼にはどうするんですか。B かな。 B。 なんか調子悪いね今日ね。なんだろう、何がダメなんだろう。浮気性の男を、ね、浮気性の男がそうでないかジャッジする感じを聞く。過去の恋愛、素直に浮気性、過去の恋愛やぼかなとかね。あ、やっぱそういうこと、
ここゆいかわくん出てきましたね。長い付き合いの男の友達の子供だったんですか。これ素直に私の意見でいいなら私の意見でいこうかな。あ、でもよかった。ダメかと思った。はい。同じサークルの気になる男かなと思ってます。印象は知るには。なんかダメだわ。あれ、これハートないけどどうしたらいいの。これいけるの。疲れていて彼氏とのデートをキャンセルしたいなっていう。疲れていてだもんね。嘘はつきたくないから B。 わーね、思ったんだけどさ、思ったんだよこれさ、700でしょ、相当いるよね。ちょっと待って、コインあるよね。あ、な、あ、え、どういうこと、コインって何。200コインあるらしいよ。じゃあちょっとそれね、でもあと360いるって。全部やる、どうしようかな。やろっか、ポテトミッション。はい、今回多分ポテトミッションだけで終わる気がする。動画がそろそろ彼氏の部屋の買い鍵が欲しいな、なんていう。C、 ご飯作るよっていうね。えい、こんな子いた。はい、親友に恋愛ができて、恋愛じゃない、恋人が、もう字も読めない。B。いい女だからね。いい女は B だよね。ほらね。すごい痛そう、ここ。大丈夫。絶好にアプローチする。ちょっと調子戻ってきたんじゃない。ゆいかわくんを出して、ゆいかわくんを出して、会社の同僚に告白するにはどのタイミングがベスト。B。 あー、ダメだったわ。これ相当いるよね、大丈夫かな。大型の、知らんがな。大型の男を落とすためのアプロ情報。え、なんだろう。いいとこ褒めてあげればいいんじゃない。わかんないけど。あ、やった。はい。遠距離を全体に動かされる。勢いに任せるかな。はい、これどこまで行けばいいの。500ぐらいでいたっけ、700だっけ。彼氏とくだらなく喧嘩になりそうになったら自分の言い分を主張。これ私、あ、B。
いんだ。やばい、10分超えてよ。ここが贈り物を贈りたいけど彼氏がやってなんていう。食べてるとこ見たいな。これだよ。うーい、はい。これさっきあったよね。さっきあったよ。え、なんだっけ、これじゃないの。はい、はい、いや、これ問題もないんじゃないの。もうさっきさ、どうだったっけ。さっきのこと思い出せない。おお、ああ、500まで来たよ、ちょっと。一回ここでやめるか。あと200いるもんね。多分次の回が、完全にモテドミッションのみの回になるかな。ちょっと、一旦ここでやめようかな。長くなってるから。とりあえず、一旦ね、一旦。バイバイ。